イクラダドジョンです。今回ね、ナビ VS レクノーニング。いや、ちょっとね、発音がわかんないんですけど、どこでしょう ?GS です。速攻の回答。名前がね、変わりまして、日本クラン同士の対戦になります。ちょっとね、海外の方もね、入ってというところで、まあ、その辺で、ね、早速対戦見ながらやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。先行対戦相手の方からということで、ダニ、イグゾダニ、この人が、どこだったかな ?EX タイタンだったかな、その辺のクランにいたと思うんですけど、入ってますね。10日弊社キングと置いてというところ、富士の方に誘導して、ルートライダーラッシュ。ああ、一緒にやってくんだ、もはや。ジャンプも置いて。まあ、本来もうちょっと待って、この、モノリスのところからルートライダー発進したいよね、みたいなプランだったんですけど、まあ、それましたね、やっぱりね。この、それないためにサイドカットを6時と9時にやったと思うんですが、まあ、それましたと。まあ、昔はクイラバね、めちゃくちゃやってる人だったりしたんですけど、ただ一機のトームでタウンホール付近までユニットを持っていきつつ、まあ、無敵の状況でしっかりね、いろんな方向に進むところ、ユニットを固めていくの、そうですね。で、ロイヤルチャンピオンはシングル捕まったので、ホグ人形で、ターゲットカー施設の能力解放。タウンホールまでこれ、ルートライダーで拾うことができております。終点きついっすね。ここ確かね、すごいトラップ固まってるんですよね。いいリクスケ。強い。リクスケ出てきて、リクスケ出てきて、ここきついっすね。これはいいトラップになっていって、ウィンの方はヒーラー人形。ロック使っていきますが、ヒーラー中心部でね、ヒーラー人形使ってもやっぱすぐ死んじゃいますね、トラップもあるので。トルネードまである。ちょっと大砲の射程外とはいえ、巨爆もヒット強い?いやー。トルネ巨爆はヒットしたんですけど、大砲の射程外にトルネードで持ってってしまった上にユニコーンが生きてることによって回復されてしまってますね。回復されていく。HP が緑まで回復していきます。このダクエリ金庫という HP の高い防衛施設が奇跡的に並んでたことによって、むしろこれ強いですね。回復する時間が与えられました。さあ、ここで巨爆ヒット。ユニコーンの方は溶けていく。ここも、アーチャータワーからたげられない位置で壁を殴っていく。なんと運がいいのでしょう。めちゃくちゃ失敗みたいな感じでありますが、繋がってますね。ただタイムは相当使ってますからね。実質ナイス防衛ということで。対空砲アーチャータワーと撃っていって、なんとか前回まで持っていく。かなり防衛みたいなアタックですが、ナイス防衛。ナイス防衛?ナイス防衛。さあ、こっちは先行というか、ファーストアタック、ピーカス、ウートライダー、ジャンプ。ゴーレム入ってますね。突撃艦セット。お、初手突からの穴開け、まあ、マルチインフェルノのところにライドラ、なるほど、トランに対応する防衛施設がないということで突撃艦ライドラさしていって、なんかロイちゃんの前にすごいトラップ、サイドカットライドラ機能してますね。ロイちゃんの前のリクスケテスラ相当これやられてますね。あー、巨爆もフォックスがもう、あーすごい、また出てきたよ、巨爆テスラ。サンジ、これ相当ロイちゃん捕まってます。これいいテスラっすね。いいテスラだ。わー、巨爆また出てきて、ロイヤルチャンピオンここで能力発動。素晴らしいトラップだな、これは。初見殺しがしっかりハマっていって、ここは、ロイヤルチャンピオンの仕事量が相当減ってしまいましたね。クイーンギリギリの HP。これめ、ギリギリフリーズ間に合わせたの。見えてたかな?もっと早く打っても良さそうではあったんですけど、ギリギリまで貯めてのナイスフリーズ。さあ、ロイヤルチャンピオンもね、限界まで伸ばして、この対地クロスまで触るところまで来てくれています。さあ、裏にもルートライダー入っていくのがね、うまいですね。さあ、かなりね、初見殺しにかかったところあったんですが、しっかり全開まで持っていくのさすがですね。ガーサス。さあ、なんとエリアムまで、GS に。この前ね、ちょっと、グラン脱退してフリーエージェントになりましたみたいなツイートをしてたんですけど、さあ援軍とヒーローぶち当ててライドラッシュです。
確かにチェインは入りそうですからね、この辺サイドカットもやらせておいて、対空砲も外周部にあるのは上だけと。さあ、ここ一気のレイジとは突撃艦放っていきます。でフリーズで安いパー固めつつ、強いな。さあこれはトラップもだいぶ回収させてから、真ん中モノリスマルチのところにレイジバルーンを飛ばしていって、いいライドラと突撃艦で、タウンホールの方はキングで頑張って取りに行く。こういうとこやっぱサッカーボールよりはレイジ薬の方が強いシーンですね。でエアスイーパーの前のところ、まあマルチアーチャーとはフリーズ、これは黒バックヒット溶けていきます。さあクイーンクローク咲きつつ、ロイヤルチャンピオンも能力咲いて回収、いいライドラッシュだな。一見するとね、マルチ IT かライドラのチェインが入らないような区画になってるので向いてないかなと思うんですけど、ぶっ刺さりっすね。さあカズマくん、ホグ、まあ初手ホグみたいなのをちょこちょこやってるのを言いますが、71天才のホグラバル、71天才しなかった方を同じところをホグ初手トームするのかな。そしたらオーラーキングクイーンを6時をスーサイド、天才を71、どっちかサイドを追って、折らなかった方からじゃない、あ来ましたね、ロイヤルチャンピオンからのホグ突撃艦まで飛ばすためにバルーンも投げて、一気のホグレイジトーム、突撃艦投げないもはや。で反対サイドは天才で追っていきます。で援軍とかもいろいろ出てから、ホグでできるだけね削るだけ削ってって感じかな。さあ12時からラバトツ、あーなるほど、スニゴブ生かしたいってことかな。ちょっとそこのフォーミング怖いけど通りました。あバルーンか、なるほど、スニゴブだったら怖いもんね、その突撃艦の角度しっかり落としていって、下側の方はスーサイドまだ伸びてます。タウンホールが削れたことでね、残ったところからバルーンが数で押せますね、強い。赤バックヒット、HP のライフオーラ使ってますね、久しぶりに。これもね、なかなか使われなくなったんだけど、まあ、初手ホグトームするっていうところで、まあ、ヒーリングトームである必要が必ずしもないっていうところで、まあ、バルーンに途中からついたところもあり、ヒーリングトームよりも今回は HP を増やすね、ライフオーラが結構機能するでしょうということで採用でしたが、しっかり採用理由にね、取っとった、いい働きでしたね。さあ、クマさん。ウルトライダーラッシュ、9時からキングちゃう、クイーン。で、6時10日弊社、ルートライダー。本体は、6時左のところから、巨爆テスラ、リクスケいろいろ出てきてますが、お、トルネードまで。これだいぶ初手の進軍止まりますね。巨爆、左サイドのルートライダーバルギリーが、ウォーデンの輪っかから外れるということで。キングがそっちに気づいてタウンホールの方に向かっていきましたが、どうでしょう、これ嫌なムーブなのかな。ただ援軍にキングが止められなかったのはいいことかもしれない。10日弊社からはスーパーホグ、ロイヤルチャンピオン角度変えて3時の方から、タウンホールはむしろ起動しないですね、向かわなすぎて誰も触りに行かない。さあモノリスがおでんをへし折っていく、タウンホールはここから起動、あんまり理想的とは言えない進軍にはなってますね。あんまり綺麗ではない進み方になってるので、ここからどうやって持っていくのか。レイジフリーズ3発。ここからもうヒーローの能力とスーパーバーバリアの回収と呪文でね、アドリブタイムですよ。このアドリブタイムでしっかり全開まで取れるかどうかっていう環境なので、ボールブレーカーもしっかり1枚残してあるんでね、まあ、ロイヤルチャンピオンであっちは突破できそうなので、ここは一度、能力発動でターゲットずらしつつ、クイーンの方はタウンホールの方に向かってほしいですね。フリーズ打ってポイズンタワーも帰ってきてほしくないので、いいボールブレーカー。さあラスト呪文なので今のが、あ、なんかロイちゃんだけで突破できちゃいますね、これロイちゃん強えな。さあ真ん中の方へクイーン届かせていって、まあだいぶそれたんですけど、そのそれたところも最後回収できるぐらいのね、なんか実質オーバーグローみたいな動き方でしたね。さあジーマルートライダーオーバーグロー編成、
逆にオーバーグローの数が最近減ってる。ジャンプとかが流行って。6時にクイーンを置いてます。3時に投下閉射。サイドカットを入れて、ルートライダー発進。お、逆にテスラ生えてきた。ユニットが逸れるように、ここテスラ置かないのが鉄則なんですけど、逆にそれを利用して、逆に生やすっていう。あるパターンもあるよっていう。クイーンの方は黒く咲きましたね。第一クロスにずっと打たれていたので、ウォールブレーカーも入れて、いいウォールブレーカーだな、それ。めっちゃいい。キングのための道作って。あー、素晴らしい。インビジブルターンまでオーバーグローかけて、キングでタウンホールを一気に引き潰す。はい。クイーン来てる間に飛ばしたい。ナイス、ギリギリ来たかな、どうだろう。さあ、マルチアーチャータウン、キングがこれ壁越しにへし折れば、クイーンが生きる。あー、惜しい。もうクイーンのことしか見てなかった。進軍してるんだけど。もうクイーンしか見てなかったっすね、僕。クイーンがね、もう生きるかどうかの瀬戸際だったんで、やっぱ。あのギリギリの HP のクイーンの、行く末をね、見てましたよね。さあ、インビジブターンにフリーズ打って、うん。消えられる前に、全開です。いや、今のキングへのウォールブレーカーうまかったっすね。さあ、ニャロメ。花火かとつびずかみたいな感じだと思うんですけど、基本は花火に、が多そうな中身。おお、なるほど。ジャイアントアローでインビジブルター解除。これめっちゃ疲れてましたもんね。で、やり方としてはタウンホールまで突撃艦届けて、タウンホール外をガゴでまず削るみたいな感じなのかな。なんだけど、まあトルネに捕まったので普通の花火になってきました。まあ本来ならばタウンホールの真上まで届けて、スーパーガーゴイルをね、タウンホール以外の、タウンホールだけ隠して外の施設をまず削るみたいなやり方を最近だとよく使われてるんですけど、まあ捕まったんなら普通の花火でいいかってとこですかね。まあベルナウとかがね、ブラジルのクランが結構こういうインビジブルター配置は、ジャイアントアロー飛ばしてクローンでバルーン増やしてみたいな取り方をドラゴンでめっちゃ全開取ってたんですけど、これ刺さってますね。通常ドラゴン死ぬほど残ってる。強いな。ルートライダー編成でない編成をね、こうやって使われるときってやっぱ刺さるときだと思うので、いい刺し方ですね、これは。高く。呪文がすごい、テクニカル。ルートライダー55で、ライトにクエック1。うん、ジャイアントアロー。インビジブルターがあります。あ？やったくせえなぁ。青かったんでね。人間ですね、ガクさんも。青い呪文だったので、フリーズを打っちゃいましたね、全部。やばいじゃん、普通に考えてこれ。フリーズ打っちゃったよ。ライトニングの代わりにフリーズ打っちゃったので。さあ、これはここからリカバリできるか？ヒーリングトーム。フリーズがないってことを考えると、後からなんかターゲットチェンジみたいなのができないんですよ。クロークとかね、ホグ人形以外では。呪文で変えることができないので、ターゲットがマジで大事ですね。ただ12時の方はコウモリからのボマを使って、空に対応する防衛施設がないところを配置しっかり見抜いて、これいい刺し方ですね。で、残り呪文はレイジが一発。もうできるだけそうですね、いいですね。呪文もフリーズがないというところで、ホグ人形でしっかりモノリスのターゲットをずらしつつ、先手先手で進めなきゃいけないところ、しっかりこれは、うん、ターゲットの方を先行してくれるようにね、ルートライダーが。クイーンとロイヤルチャンピオンがターゲットを受けずにしっかり全開まで取れました。フリーズなしで全開です。いや、いい全開ですね。やっぱ環境的に、あれですね。普段使われてなかったヒーローギアの方も、だんだんと使い方も分かったり、レベルを上げることができて、ようやく使うことができるようになってね、ジャイアントアローとかもね、最初に上げるヒーローギアじゃないですからね、あれね。上げてる人もいますけど。まあ、こうして余裕ができて、ようやくね、上げることができるようなヒーローギアだと思うので、ようやくみんな使えるようになって、いろんなレパートリーが増えてきましたね。ここはドラゴンインドラということで、
通常ドラゴンの採用が、まあ、さっきもそうだったし、まあライドラーもね、エリアム使ってたね。ドラゴン系の戦術もこのルートライダー環境の中ちょこちょこ見るような使い方になってるかもしれません。ガーゴイルにね、事前にカットしてたので、ここはキングヤクのセットで、これは穴開けをヤクに任せるような使い方になりそうです。これもね、呪文がね、もうポイズンのみになってるので、結構ドラゴンの自力で推し進めてほしいというところですが、どうでしょう。インドラ強い。シングルインフェルノまでフランチャーも潰してくれて、キングの方はサッカーボール蹴り出してましたかね。26レベルのサッカーボールを蹴り出して、まあバンバンバンとある程度削ってくれましたが、どうだったでしょうか。キングのね、ドラゴン系のキングとかはなんか昔のロイちゃんブーメランみたいな感じで、このサッカーボール蹴り出すの結構強い気がするな。さあこれ持ってって全開です。さあ15点対戦相手、ラストアタック星さん、61点才のなんかいろんなのスーパーバーバリアンと、まあルートライダーロケバルみたいな感じで、まあおでひファイアボールですよね。ファイアボールを生かすためにみたいな感じかなと思います。ジャンプも入ってる。まずはここ逆サイドキング、通常ウォールブレーカーで穴開けをしていきます。スーパーユニット、なんでスーパーバーバリアン1体だけだよね。あ、ロケバル使ってるか。ロケバルとスーパーバーバリアン使ってるので、通常ウォールブレーカー使う必要があると。でキング処理をオデヒやりつつ、ジャンプキング真ん中へ、でインビジブル、インビジブル、あーちょっとミスりましたね。いや、しかも大工も入ったので、ここ直されていく。ちょっとファイヤーボールパート失敗、痛いミスですね。インビジブルで施設を隠す前に撃ってしまったので、インビジブルで隠した施設にファイヤーボール飛んじゃいましたね。ちょっとこれは痛いミスだ。さあ反対サイド、下側からルートライダーとスーパーバーバリアン削り、反対サイド9時の方は10日弊社からペッカたちでロイヤルチャンピオンのところまで追っていきます。タウンホールの方もギリギリの HP なんですけど、落とすことができず、ヒーローが消えてしまった。中身のロケバルでモノリスまで追っていく。この辺のプランニングが素晴らしいですね。しっかりモノリスまで折れるようなタイミング、折れていく。ファイヤーボールでこの辺折って、キングクイーンで真ん中折ってロイヤルチャンピオン貫通みたいなプランだったと思うんですけど、ちょっとずつ失敗。まあ、ファイヤーボールの失敗によってヒーローパートにかかる負荷も上がって、みたいなところ、おー、ペッカー?いやー、俺切れず、まさかの星1。ということで終わりまして、13対15ということで、まあ、ファイヤーボールね、みんなね、ファイヤーボールでめっちゃ強い、前回取りまくってるから錯覚してたけど、リスクある戦術ですからね。初手ゲーなんで、その初手ゲーミスると、こうやって星1のリスクがあるっていうところ、まあ、ミスんなきゃいいじゃんっていう話では確かにはあるんだけど、その、なんだろう、技術だったり、プランニングって思ってるより難しいんで、こうしてミスが生まれた時はリカバリーをするのが非常に難しいユニットというか戦術と言えるかなと思います。トームがね、なくなっちゃうんでね、トームがないのよ。トームってね、すべてをリカバリーすることができるぐらいのめちゃめちゃ強い能力なんで、エターナルトームってめっちゃ強いスキルなんでね、そいつがないとやっぱゴリ押しリカバリーみたいなのはなかなか聞きづらいっていうところだったのかなと思います。まあ、タイム的にはね、ナビの方が早かったので、もし全開になってれば勝利だったっていうところなので、まあ、ちょっと痛い星1になっちゃいましたね。対戦相手 GS の方も新規メンバーが外人が2人入ってというところで、まあこれで固定でやってるのかわかんないですけど、なんか、まあ GS の方もちょこちょこメンバー変更とかいろいろ入って調整してるみたいですね。まあアーリーアタックスが今、なんか日本の2番手くらいみたいな感じで今出してますが、GS の方もまたね上がってきてほしいですね。はい。だけでね、こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、いらっしゃいませ。また次の動画でしましょう。さよなら。